皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり将棋情報局司会の霊夢です。マリサだぜ。早速ですが、本日の話題はこちらです。いやー、とうとう実現しましたね。みんなが待ち望んだ夢の対決、日に日に期待が高まるばかりだな。すべての将棋ファンが注目するこのカード、皆さんはどのように観戦するかしら。囲碁将棋プレミアムの中継映像を見るもよし、お仕事の方は連盟アプリからこっそりとそれぞれの方法で応援しようぜ。でもどうせなら現地で応援したいものじゃない。その場の臨場感や大盤解説会、現地じゃないと味わえないものも多いよな。現役棋士による指導対局や前夜祭、サイン入り色紙のプレゼントなど、イベントも盛りだくさんね。今日はそんな現地イベントや観戦応募方法も含め、第72期アルソック杯王将戦7番勝負の日程、会場をチェックしていくぞ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。では、改めて日程を確認してみよう。開幕戦第1局は1月8日、9日、例年通り、成人の日を2日目に置いた日曜祝日だな。開催が確定しているのは第4局、2月9日、10日の立川対局ね。他の対局は全て土日または祝日だが、第4局だけ、木曜金曜の平日なので気をつけよう。基本的に、1月頭から3月までの3ヶ月間、1週から2週間に1回のペースでの開催ね。第5局以降は、第4局までの星取り次第で開催が決まるぜ。有給の取得や、宿泊施設の予約は計画的にね。くれぐれも、先に予約して抽選漏れたからキャンセル、なんてことするなよ。あれ、宿にとってめちゃくちゃ迷惑なんだぜ。主催者が会場探しに苦労する理由の一つだからね。節度と常識を持って行動してね。というか、抽選通ってから予約しても十分間に合うし、なんならキャンセルの影響で安くなることもあるから、そのあたり頭に入れておいてくれよな。あと、各イベントの応募用ウェブページは、概要欄に貼っておくので、そちらからアクセスしてね。この動画をアップするのは12月7日、応募締め切りが近づいてるもの、また、すでに定員に達しているものもあり、追加の募集もある可能性があるので、日本将棋連盟ホームページ及び、各自治体のお知らせは、それぞれでよく確認してくれ、じゃ。そんなところで会場とイベントを確認していこう。あいよ。まずは第1局、毎度おなじみ掛川城二の丸茶室ね。ここ10年ほど、開幕はいつもここだな。第1局とあって振り駒も行われるわね。運命の第一戦、注目度はマックスだ。開催されるイベントは4つ、前夜祭、大盤解説会に加え、小中学生を対象にした、子供将棋大会、対局室の見学ができる対局見学会なんてのもあるね。では、それぞれの詳細を見てみよう。前夜祭は掛川市内のホテルで行われるわね。参加費用がちょっとお高めだが、とても貴重な機会なので、ぜひ応募してみてくれ。定員は抽選20名で、応募締め切りは2022年12月9日、当選者には12月16日までにメールで知らされるわよ。続いては子供大会のご案内だ。こちらも1月7日土曜日、掛川市立中央図書館で開催されるわ。上級者、中級者、小学生限定の初級者クラスの3つが開催され、各クラス抽選20名が定員だ。応募締め切りはこちらも12月9日金曜日、当選発表も同じく12月16日までよ。ちなみに、子供大会と思って侮るなかれ、なんと各クラス優勝者は、前夜祭の席で、藤井王将から表彰されるんだぜ。なんですと？それは急いで応募しなきゃ。全国の小中学生は、ぜひ参加してみてくれ。対局見学会は掛川市在住の方のみなんだね。それでも各会10名、対局前とお昼の再開時に、対局室を見学できる、これ以上ない機会だな。ちなみに私のおすすめは2日目の朝、封じて開封が見られる会だぜ。何それ最高じゃない？最後に番勝負の定番、大盤解説会ね。これはメイン会場とサブ会場に分かれていて、それぞれ定員と料金が違うから、応募の際によく確認してくれ。中学生以下は無料なんだね。第2局は大阪府高槻市の山水館、新しい将棋会館ができる、高槻市の旅館だな。写真からも、自然の中の風情が伝わるね。こちらで開催されるイベントは2つ。20日金曜日に行われる前夜祭と、初日、2日目に行われる大盤解説会だ。前夜祭は1月20日金曜日、市内のホテルで行われるわ。参加料金は12,000円、定員は抽選60名、注意事項としては中学生以上であることが条件だ。大盤解説会は各250名、参加料金は2000円ね。前夜祭、大盤解説会ともに応募締め切りは12月22日木曜日、忘れずに応募してくれよな。
お問い合わせは高槻市観光協会、もしくは申し込み専用ページからどうぞ。第3局は1月28、29日、石川県金沢市の金沢東急ホテルね。加賀百万石のお膝元、食に文化に見どころが多いな。でも、残念なことに大盤解説会はすでに完売。12月7日現在、追加募集を待っている状態ね。追加募集についてはホームページの文言から察するに、検討しているはずなので、こまめにチェックした方がいいな。当チャンネルでも気がついたら、Twitter やチャンネルコミュニティでお知らせするので、これを機にフォロー。チャンネル登録をお願いね。また、こういうお知らせに関しては、気がついたらリリースされていた、という場合が多く、ウプ主も全部把握しきれないことが多い。視聴者様におかれましては、気づいた場合、Twitter などでウプ主に知らせていただけると、大変ありがとう存じます。よろしくお願いします。また、前夜祭などについては現在まだ情報がなく、今後追加される可能性があります。第4局は東京都立川市、空のホテルね。こちらに関しても前夜祭、大盤解説をはじめ、各種イベントはまだ発表されていないな。でも、昨年度はコロナ禍ということもあり、開催自体も危ぶまれる中、オンライン大盤解説を実施するなど、積極的に発信していたわね。ホテルの運営主体が協賛企業でもある立志ホールディングスなので、王将戦にかける思いは強そうだ。ウィズコロナが広がりつつある今、何かしらのイベントはありそうね。というよりまあ、第4局以降は2ヶ月以上先の話なので、もう少し待たないと情報が出てこないんだよな。そしてここまでが開催確定枠、どちらかが4連勝した時点で番勝負は事実上終了するので、第5局以降、開催確定ではないのね。なので、主催側としても会場の確保が難しいところ、開催確定した時点で情報が出てくるはずなので、Twitter などは要チェックだぜ。というわけで第5局以降、開催地の確認をしていこうね。第5局は島根県大田市三瓶町、三瓶荘、高い標高と澄んだ空気、そして星が見やすい冬場ということもあり、満天の星空が望めそうね。三瓶荘はその環境を生かし、星空温泉を売りにしているな。満天の星空に包まれながら、ゆったりと温泉に浸かるのもいいよね。ロマンティックな気分になること間違いなしだぜ。なお、2月の島根で美味しいものといえば、日本三大蕎麦の一つ、出雲蕎麦や、こんなの食べたら絶対温まるでしょ。安木土壌鍋があるわね。土壌といえば、勝者の罰ゲーム。安木節が見られるのも島根対局ならではだな。映像は羽生九段、今年はどちらがこの格好をするかしら。第6局は佐賀県宮城郡にある、創作割烹、大公園だ。いわゆる大きな料亭ね。と言いつつ、ランチタイムはとてもお得で。焼きカレーランチやお肉ランチなど、見ているだけでお腹がなりそうなクオリティ。これがなんと両方とも税込み1320円だぜ。マジで？マジだよマジマジ。パッと見両方とも3000円くらいするのかと思ったわ。これはお昼やランチ情報も楽しみね。泣いても笑ってもこれがラスト。最終局は栃木県大田原市、ホテル花月ね。平成と令和の天才の対決、羽生九段がレジェンドの威厳を示し、通算100期を達成するのか、あるいは藤井王将が新旧交代を宣言する、防衛を果たすのか、果たしてその結末はどのようになるのか、ここまで来たら私たちにできるのは、固唾を飲んで見守ることくらいだ。創業130年の歴史あるお宿、決戦の舞台として、ふさわしい場所ね。観戦に訪れるときは、松尾芭蕉の足跡をたどってみたり、春の陽気に、ゴルフをしてみるのも良さそうだ。将棋以外にも色々楽しめそうね。さて、開幕まで1ヶ月、日程と会場、イベントのチェックはできたかな？中には締め切り間近のものもあるので、早めに応募しようね。情報がまだ出ていないものは、順次追ってお知らせするぜ。繰り返しになるけど、これを機にチャンネル登録していただけると嬉しいです。他のゆっくり将棋解説も見てもらえるとありがたい。それでは、今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。バイバイキン。